このガチなサイファー、うがつみ合い、ケチなスキバイの勢いでブレイクダウン、せっせんに出す、だってご自由にあげろ、勝ちと引っ掛けビッグビー。ドラッバックラビーな革命を起こせ、希望が追い、が追い、強引なままで、そう、ドラッバックラビーな困難を超えて、人材を作り上げてゆく、行くとどこ。今日は岡山へ BMW を納車しに行ってきます。もう待ちきれない視聴者さん、喜んでくれるでしょうか。あ、社長おはようございます。おはようございます。今日はどちらまで。岡山でしょ。そうなんです。この間買ってくれたあの7シリーズ納車を、はい、社長なんかあの指名だったんで、はい、新見さん連れてきてくださいとか言うから、わかりましたって言って、はいはい、じゃあ今日は長旅お願いします。はい、またガソリン入れて出発です、はいはい、めっちゃ巻き込まれましたね。大丈夫、久しぶりだからね。はい、久しぶりに行きましょう、はい、お願いします、来ました。倉敷到着。何にもないですよ。本当だ、ね、なんか今日高級ホテル予約したんで。高級ホテル。あ、ここじゃないですか。あったホテル瀬戸大橋スパリゾート。ここですね。リゾートですからね、所長。リゾート来ましたよ。到着ですよ。でもちょっと立派じゃないですか。関車が止めれる場所ってなると少ないですよね。これ奥があるんですかね。あ、でも立派じゃないですか。じゃあいろいろちょっと準備しますか。そうですね、繰り出す準備に町に。町ある。町が分かんない。見てみて。ぐるっと一周山しかないよ。中でちょっとバーベキューしますか。じゃあちょっと準備しましょう。社長どこ行きますか。今無関係もらってるんで、なんか連れてってくれるらしいですよ。どこ行きましょう。どこ行きましょう。もうこの見ての通り歩いていける距離に何もありません。ちょっときついですね、これは。どう、ね、これ連れてってもらうしかないね。そうなんですよ。そして僕、大事なおでこが日焼けして皮ペロペロめくれるんですよ。はい、この間のミーティングで。てか、部屋が無駄になんかベッド出かなかったですか。出かかった。無駄に。広さ広いですよね、結構ここ。値段の割に、うん。すごいとこ来ましたよ。なんだっけ、美観地区、岡山の。なんか我々顔がもう映ってないですからね。真っ暗だね。真っ暗なんで明るいとこ行きましょうか。そうしよう。何食べます。なんかやってなくないですか。結構やってないよ。今アイトランクいつやってんだろう。だってまだそんな遅くないですよ。1時15分です。なんだろう、なんだろう、シーンとしてますけど。よし、ご飯屋さん探しに ご飯屋さん探しに。どんな口ですか今日は。どんな口。どんな口。名物なんだろう、ね、きびだんご。きびだんごご飯並んだ。何がラーメン餃子。ここまで来て。ここでもあるんだ。奈良。何食べたいですか。天ぷらや。天ぷら行きます。天ぷら行く。天ぷらでもいいですよ。ちょっと他にも見ましょう。キープ。キープ。キープ。今日は外さないですか。あの一回大阪みたいに。大阪で嫌な思い出があるんで。シャッター全部閉まってやばいじゃん。もう社長、はい、何もやってないですけど、どうなってるんでしょう。1軒目は地層や菜の花さん。天ぷらをいただくことにしました。あれ
天ぷらの動画がなかったですね。ちょっとあそこ撮りにくいですね。あれはあれは撮りにくかった、ね、目の前に大将いてなんかこう向き合ってるとちょっと動画撮れないですねあれは。でもうまかったね。うまかった。シュウペイちゃんごちそうさま。ごちそうさまです。なんかおごってもらっちゃった。ごちそうなっちゃいました。お財布出したら出してくれって言うからありがとうって言って。我々貧乏ですからね。本当ですね。天ぷら食べて次何食う。ラーメン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 。その前にもう一個入れる。なんかすごい眩しいの。なんか照らされてません、ね、僕の頭。頭めっちゃ照らされてる。2軒目は居酒屋丸江。社長も酔っ払っていい感じに出来上がってきました。楽しみじゃない。これいやうまいっすよ。マジでうまい。うまいっすね。うまいね。めっちゃ美味しい。社長が出来上がってきた。あそれか俺後でちょっとパターンで締めてみます。居酒屋の雰囲気もとても良く、社長ご満悦です。社長なんかめっちゃアットホームな居酒屋でしたね。めっちゃいいとこ行ったね。なんか食べといてとか言って。あそこいいですね。めっちゃいいね。丸江ちゃん丸江居酒屋丸江ぜひ皆さん行ってください。本当にいいとこだから。からのラーメン屋え？なんすか。もし来たら、はい、絶対寄ってもいいところ、はい、寄ってもらいましょうね。からのなんかラーメン紹介さ。ここ行こう。ここ行こう。ここ行こうってここにいるって感じ。ここ行きましょう。最後は塩ラーメンが美味しいと噂の屋台のラーメンで締めることに。ありがとう。暑いんで気をつけてください。はい、行きます。ありがとうございます。めっちゃいい匂いする。お、めっちゃいい匂いする。いい、めっちゃいいよ。めちゃめちゃ美味しいですよ。うまこれ。うまい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 ねこれ。うまい。うん。うまっ。めっちゃうめえねこれ。また食べてくるわこれ。これ食べてもいいぐらい。このためにこれそう。とっても美味しいのでぜひ皆さんも行ってみてくださいね。この後は場所を移動し夜の街に更けていきました。社長、見に行きましたって。本当だね。チラ見しに行きましたって。あー、行った行った行った。模型照らしとるじゃん。照らしとる。ハイビームしとる。照らしとる。待ちきれない。ハイビームしとる。面白い。面白いな。ハイビーム、楽しみなんですね。ね、そういうことだ。バイバーイ。チラ見で帰ってた。これ見てくださいよ皆さん。社長食いだらんくてなんかお茶漬けと何買ったんですか。お茶漬けとしじみ汁と肉まん。あんな食くてまだ食うんですか。そんなに食べてないです。いやそんなに、だって4軒回ったんですよ。なんか見てたら欲しくなってきた。今日ここ泊まるんですけど、無駄にベッドがでかいっていうね。これね、ここに椅子1個しかないし、でここから BM が見えるんですよ。ここほら、あ夜だと見えんかな。やばいわ、俺横幅でけえからちょうどいいわ。こんな感じで今日は寝て明日納車しますってことで、さよなら、おやすみなさい。おはようございます。おはようございます。チェックアウトして今から、はい、BMW 納車して、はい、車の説明とかしてきますか。そうですね。はい、ってことで今から持っていきましょう、はい、多分ここも近いところなんで。あ、近い。はい、昨日チラ見してましたね。ん、チラ見してましたね、車昨日ね。はい、なんかチラって見て帰ってたんで。待ちに待った納車です。これから納車場所まで向かいましょう。オーナーさんは恥ずかしいからカメラに映りたくないとのこと。せっかくの思い出だから映って欲しかったんですけどね。重たい車だったな。坂道でアクセル全開で走ったよ。全開で踏んでも走ってかんから、ね、重たいですよね。やっぱりこれホイールもこれ変えるって言ってわざわざ変えたんですよね。そうだね。これちょっと BM のロッキーと言おうとする言うとって、ちょっと7っぽくないけどね。ちょっと5シリーズとかみたいなことだよね。でかいね。かっこいいね。おお。
外装チェックしといて、ちょっとタイヤは新品ね。タイヤ新品で、別に目立つ傷がないですもんね、普通に。車的には綺麗やね。ここにオープナーがあるから、これね、これ一回引くじゃん、でもう一回引くので、開けてみて、もうそのままアクロック解除されてるから。そう、ここエンジン。おお、綺麗綺麗、いいね。こんな感じ。これメニュー画面なの。これマルチメディアが音楽ね。で、電話は電話つなげてね。で、地図ナビね、これが。で、またメニューを戻るよ。で、車両設定とかあって、これがまたビームややこしくて、いろんな項目がここにあるんですよ。そう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 、自分のクラウンでやってそんなでかない、大丈夫。クラウン乗ってたでしょ、ニンジン。おお、どう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 、ぶつけないでね、ちょっと気まあ、このまま種類持って帰りますね。そうだね事故事故アンビュートかっこいい。エッチですねじゃないよ。ちょっとあの配信されるんで勘弁してください昼間だとわからんね。でも夜めっちゃ雰囲気いいよ。さあ、ということで、はい、納車完了しました。完了です。全国、全国はそうだな、どこでも納車行きたいとこだけど、行きたいですね。はい、皆さん車買ってください。はい、お願いします。別にあの BM じゃなくてもいいですよね、何の車でも。国産車だったら社長に探してもらうんで、はい、はい、納車費用ください。そこお願いします。そんな別に無茶高くないですよね。まあ、まあ、2人分の食事代と旅費と、まあ、締めて15万ぐらいで待ってたら冗談だけどまあそれそこそこ普通に、そうですね、はい、うん、お問い合わせくれれば、はい、お願いします。こんな感じで、こんな感じです。今日出てくれなかったんで恥ずかしいらしいですわ。恥ずかしいのかな。いい思い出になったのに。もう一回出てく、後悔するよ。いいです、後悔するよ。大丈夫大丈夫恥ずかしいんですかね。恥ずかしいの、照れてるらしいです。 OK です。はい、ということで、はい、じゃあ我々は愛知県に戻りますか。俊平ちゃん気をつけてね。気をつけてください。じゃあ私たちは帰りましょう。はい、バイバーイ。今からガソリン入れに行ってずっと乗ってるじゃないですかじゃあ我々はのんびり帰りますか。あ、落差がすごい終わったこれ後ろからだから跳ねるんじゃ。車両販売も行っていますので、車探してほしいって方などいましたら、ぜひお問い合わせください。県外登録や納車に行くことも可能ですので、お気軽にお問い合わせくださいね。